はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらフィットの中です。まあ、今はね、新型コロナウイルスで外出禁止ということでね、なるべく車の中とか家の中ですよね、人と接しないところで、どうやって楽しんでいくかということを今考えております。私結構大きいんですよ。身長180センチあります。この状態でいくと、このシートの前のところから後ろまでが160センチですね。まあ車中泊というよりね、ちょっとね、長めの休憩を取るという感じは、これ非常にねいいですね。こう倒すとさらにね広いスペースが、できます。まあ、ここにね、なんか布団敷いたりなんやかんやしてもいいんですけど、うちね、嫁とね兼用で使ってますんで、すぐね元にね戻せるように一応しようかなと思ってます。その上でこれででーん、カラーボックス小さめ、つら1ぐらい、まあつら1はいかへんけど、まあいいですよ。これももう1個ぐらい、このカラーボックスもう1個したらこう棚ができるかな。こうね、ちょっとジグザグですけど、これちょっと両方ね倒してみましょうかね。助手席もね倒してみました。いや、めっちゃ広ない？はい、どうですかね、めっちゃ広ない？これほーら、これアームレストね、低い理由分かりました。これずっとね中途半端に低いなと思ってたんですよ。これほら、こうしたシート倒した時にちょうどこの高さ揃ってるんですね。これほんま寝れるんちゃうかな、どないかしたら。やっぱシフトレバーとかほら低いから足が引っかからない。これがまあちょっと邪魔かなって感じ。後部座席から、1600ミリですね。ちなみにワイド約1300あります。これ斜めにしたら結構寝れるんちゃうかな。今、斜めでおおよそ2メーターあります。まあ、2メーターって言ってもね角なんでね、まあ、実際もうちょっと狭いですけど、いかがでしたかね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでフィットのリフレッシュモードでした。じゃあね、ボーイ。